ゲラン。ゲランは、フランスの香水、化粧品メーカー。1828年にピエールイコールフランソワ、イコールパスカルゲランが、現在のパリイックリボリ通り228番地に、店を開いたことに始まる。皇后ウジェニーに献上した香水、オーデコロン・イムペリアルにより提出後用達となる。1889年に発表した実が、合成香料を用いた、 近代香水とて高い評価を受ける。その後もルールブルーミツコシャリマー、夜間飛行などの香水を出して、名声を得た。ゲランはその香水の多くに、バカラ社製の香水瓶を用いた。1912年にシャンゼリゼ通り68番地に、店舗を開く。ゲランは四代目調香師のジャンイコールポールゲランまでの間、ゲルリナーデと呼ばれる香りの調合法を受け継いで、 情報を担った。ゲランは創業以来同族経営を行っていたが、1987年以降は LVMH による企業買収を受けて1994年にその参加に入った。2011年時点で約80の国と地域に事業展開している。1798年、ピエール,イコールフランソワパスカル・ゲランは、フランス北部のピカルギ地方に生まれた。 ピエールイコールフランソワイコールパスカルは、白目細工職人である父との確執で故郷を後に、すると投影して、建成像に携わった。また科学と医学を学んだ。1828年、寄付後のピエールイコールフランソワイコールパスカルは、おじが所有する、パリリボリ通り228番地のに、最初のブティックを開いた。ピエールイコールフランソワイコールパスカルはイギリスからの、 輸入石鹸を販売し、また、複数の花の香りを用いた香水を調香して、上流階級の顧客から指示を集めた。当時は単一の花の香りで生成される香水が主流であり、直接身にまとうのではなく、ハンカチや手袋、シーツに香りをつけていた。ゲランは、フレグランス、スキンケア製品を扱う店として始まった。1830年にボルドーワイン入りのリップクリーム。 オームでラフェルテと、現存の原型となるリキッド状のリップ、リキッド、ローズエキストラクトを発売した。1840年には、コールドクリーム、ア、ラフレーズ、プールタンを発売、オーストリア皇后エリーザベトがこれを愛用したと伝わる。ゲランは1842年に、ベルギー王妃から、お用達許可書を受け、1844年に、 ビクトリア女王の御用光推奨となるなどヨーロッパの王公貴族から支持を集めた。ゲランは1844年にパリバンドーム広場界隈ラペ通り15番地に店舗を構え、1851年にはロンドンに出店した。ゲランがラペ通りに進出した時期は文献によって異なり、他に1840年、1841年、1848年の記述が見られる。 1853年、ゲランは、ナポレオン三世の皇后ウジェニーに、オーデ・コロン・イムペリアルを献上した。この香水は1830年に調校した、フルール・ドゥ・セドラ・オポシェー・デュ・キルバル社が製作した、香水瓶、ゴールデン・ビーボトルに封入したものである。シトラス系の香水、オーデ・ゲランを封入していたとの説もある。この香水瓶は、訂正様式を持ち、ラペドりにある。 バンドーム広場の円柱をモチーフに、ナポレオン三世のシンボルである69の蜜蜂の衣装を側面に純金を用いて描き散りばめていた。ピエールイコールフランソワイコールパスカルはこの香りの成功により提出御用達長考師の称号を得た。ピエールフランソワパスカルは1864年に亡くなり、息子であるエメト・ガブリエルが長考と経営を分業して受け継いだ。ゲランは、 ニキビやニキビ跡の赤みをケアするクリーム缶フレアを1870年に初めてのスティックタイプのリップヌムブリーパを1871年に発売した。ゲランはこの時期までにフランスにおける高級香水商の地位を確立した。1889年、ゲランはジッキーを発表する。この香水は天然素材と合成香料を加えて作った初期の 近代香水である。実際に合成香料を最初に用いた香水は1882年に、ウビガン社のポールルケが作成した、フジュールロワイヤルであるが、ジュッキーは、天然素材のローズマリー、ベルガモット、ラベンダーなどに加え、合成香料のクマリンとバニリンをわずかに用いた、ことによりの多様な表現に成功して高い評価を受けている。シベットの含まれる、 ジッキーの香りは女性にとって革新的なものであり、当初は男性を中心に評価されたが、1910年代に入って女性からの支持をも集めた。フゼア系の香水として知られるジッキーは、エメの老い、ジャック・ゲランの愛称、ジッキーから名付けられたとの説と、若かりしエメが英国留学中に連帽した女性の愛称から名付けられたとの説がある。 発売当時は薬瓶を香水瓶として使用したが、後にガブリエルがデザインしたバカラ社製香水瓶を採用した。同年、ゲランはパリ万国博覧会で香水部門を取材して審査委員長を担当、1900年の同博覧会で香水部門のグランプリを獲得した。また1890年にゲランらが全仏香水製造組合を設立して議長に、 エメが就任、エメの後を受けて三代目長考士となるジャック・ゲランがオングルを発表した。エメは1910年に亡くなった。1912年、ゲランはルールブルーを発表した。青の時を意味する名を持つパリの黄昏の空を表現したフローラルオリエンタル系の香水であり、香水瓶にバカラ社製ジャンダルムを使用した。この時期に新興の香水賞として、 フランスはコティが台頭し始めていた。コティはルネラリックにデザインを依頼し、彼による香水瓶やパッケージは支持を集めた。香水瓶のデザインと芸術性はコティの登場によりマーケティング上の重要性を高めた。デランもこの時期に前後して香水瓶のデザインを変更している。ジッキーの香水瓶にバカラ社製キャドリドーブを採用し、1904年に発表した。 香水、シャンゼリーゼには亀甲をモチーフとしたバカラ社製トルティオを採用した。1914年、ゲランはシャンゼリゼ通り68番地に店舗を開いた。第一次世界大戦後の1919 19年、ゲランはラバ太優の登場人物の名を冠したシプレ経営の香水、ミツコを発表した。ミツコは1908年に合成されたアルデヒド C14 による 桃の香りをはらみ、ルールブルーと同じ分から社製のジャンダルムを香水瓶とした。三つ子は、香年、香料に含まれるアレルゲンの問題により処方に変更がなされている。1925年、ゲランはパリ万国博覧会でオリエンタル系の香水、シャリマーを発表した。多めのエチルバニリンを用いて、ベルガモット、ローズ、ジャスミンなどの香りを引き立てた。 この香水の名はシャリマール庭園に由来、サンスクリット語の愛の伝道を意味し、レイモンド・ゲランとバカラ社による香水瓶はムガル帝国のストーパをモチーフにしている。ゲランはこの万国博覧会で香水部門の審査委員長を務めた。シャリマーはオリエンタル系の藩となる成功を収め、この後ゲランはアメリカ合衆国に拠点を置いて営業活動を開始した。 1933年、ゲランは、ボルドニューを発表。この香水の夜間飛行を意味する名は、ジャックの友人であるアントワーヌ・ド・サンテグ・ジュペリの同名小説から名付けられ、香水瓶は、飛行機のプロペラをイメージして放射状に広がる、複数の立体的な線形を全面に施した、衣装を採用した。1937年には、コックドールを発表。 二枚以外をかたどるブルーガラス製の瓶前面に黄金の塗色は施す装飾を持たせたバカラ社製香水瓶を採用した。1939年にはシャンゼリゼ通り68番地の店舗3階に美容学校を開業した。ゲランはシャンゼリゼの店舗デザインにインテリアデザイナーのジャン・ミッシル・フランク、彫刻家のアルベルト・ジャコメッティ、イラストレーターのクリスチャン・ベラールを起用した。 第二次世界大戦後の1955年、ゲランは四代目調香師となる18歳のジャンイコール、ポール・ゲランが祖父ジャックとの共作を発表。1959年には庭師が発する土とタバコの香りをモチーフに調香した、香水、ベワーを発表した。ジャックは1963年に亡くなった。1969年、ゲランはフローラル系の香水。 シャマードを発表した。フランス語で熱気鼓動、あるいは牢上した軍が降伏する際に打ち鳴らす、太鼓の音を意味する名を冠した、ヒアシンス、カルバナム、ブラックカラントなどの香りを調和した香水である。この香水には、レーモンド・ゲランが貝殻をモチーフにデザインした香水瓶を採用した。1970年、ゲランは日本に現地法人を設立した。1974年、 ジャンイコールポールの父ジャンイコールジャック・ゲランらが、長考士の学校である、アイセプカを設立した。1960年代以降、アメリカにおける香水の需要が拡大し、また新規参入する業者の増加に従って、広告戦略の重要性が増していた。ゲランは1970年代以降に、積極的な広告戦略を推進した。1984年、ゲランは、パウダー、 テラコッタを発売し、パリでヒットを呼んだ。1987年には、空から舞い降りる隕石をイメージした、カラーボール状のパウダー、メテオリットを発売して、好評を得る。同年、ベルナール・アルノーの率いる LVMH が、ゲランの企業買収を開始した。1989年、ゲランは、ウッディ系の香水、サムサラを発表した。 サンスクリット語のリンネに由来する名を監視白断と、ジャスミンなどの香りを調和した香水である。ジャンイコールポールによると、サムサラは、香りの決定までに309回の処方を要した。従来のゲランは調香師が香りを完成させ、香水瓶を選定して命名し、その後に広告活動を開始する手法を取ってきたが、この香水ではその順序を改め、テーマを東南アジアに決定した後に、 香りの創作を開始した。この香水には5000万ドルの広告費が投じられた。サムサラが成功を収めた後の時期、デランの全世界における売上高は、日経産業新聞にいると20億フラン純利益は1億6200万フランであった。1994年、買収を進めていた LVMH が発行済み株式の58.8%を、 取得したことにより、ゲラン社は同グループの参加に入った。1996年に LVMH がゲラン社の発行済み株式を100%取得したことにより、創業者一族のゲラン家は同社の経営から離れた。ジャンイコールポールはその後も社に残り、2002年までゲラン社と雇用関係にあった。2005年、ゲランは シャンゼリゼ通り68番地の店舗を改装し、地上3階のメゾンド・ゲランが完成した。2008年、ティエリーはッサーが5代目長工士に就任した。なお、1900年代後半から2000年代初頭まで、東京と銀座を中心にファッションブランド、銀座ゲルランタグ表記は、ガーランを用し国内各所に店舗展開していた、ゲルラン商事株式会社東京都新宿区。 一ヶ谷本村町、株式会社ゲルラン、東京都中央区銀座五丁目とは一切関係ない。ゲランは、調工技術と才能を継承して、フレグランスを創作した。初代ピエールイコールフランソワイコールパスカルによる、社訓は、守備一貫して良いものを作り出す。品質に妥協はない。単純なアイデアに固執し、それを慎重に当てはめていくことであった。ゲランは、 天然素材を尊重した処方に関わりを持ち、かすかに合成香料を用いた。ゲラン家代々の調香師は香りに女性への尊敬と愛を表現していた。二代目のエメト・ガブリエル以降は調工と経営を分業する体制を敷いた。ゲラン家は優れた花を持つ一族を選び出し教育を施して調香師を育て上げた。四代目ジャン・イコール・ポールは 祖父から約3000種の香りを嗅ぎ分ける訓練を施された。ゲランは一族の調香師がゲルリナーデと呼ばれる香りの調合法と処方を受け継ぎ、フレグランスの新しい歴史を刻んだ。LVMH に入った後に従来の処方に変更があったとされる。2000年代に入りゲラン家出身以外の調香師が誕生した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。